はい、おはようございます。ヤタガラスでーす。いやー、今日もめちゃめちゃ暑いですね。この中で作業やったら本当に危ないですね。もう立ってるだけで汗じっとりなんですけどね。はい。皆さんお気づきですかね。今日僕一人で、撮影をしております。というのもですね、レイブンとですね、まあ、予定がなかなかこう合わなくてですね、ここ数回はですね、一人で撮影に、なるんですけれども、まあね、ちょっと作業的にもね、まあ一人だとね、あれなので、まあまあ咲いている花とかをね、途中経過とかを、動画にして、お届けしたいなと思っております。でね、まあ、除草開始からですね、まあ、しばらく経ちましたけど、ようやくですね、メドガーデンの方もですね、雑草を抜いて、こんな感じの仕上がりになってます。ね、花もだんだん咲き始めてですね、まあ、エキナセアとか、あとデイジーとか、あと奥の方にはですね、ヘレニウムも咲いてて、結構彩りが、すごく出てきましたね。ちょっと見ていきましょう。はい、ヘレニウムが咲き出してますね。いやー、やっぱ花が可愛いですね。うん。花びらがこう短くてですね、すごい可愛いお花ですね。まあ白馬もですね、あと1週間もしたら、まあ暑いですけど、それなりにやっぱり涼しくはなってくるので、秋まで咲いてくれるこういうお花は、すごくありがたいですし、雰囲気出ますよね。秋の庭にこういうオレンジがね、やっぱりぴったり合うかなということで、今から咲いてくれて、いやー本当にこれも楽しみですね。はい。クナウティアも咲き出してますね。これもワインレッドのような花で、花はね、ちょっと小さめなんですけど、すごいたくさん咲いてくれて、これもまあ、メドウの、雰囲気にすごく合いますね。まあ、風に揺れてる姿もいいですね。はーい。ですね、新しく列が増えてますね。レイブンが列を2つ、増やしたみたいですね。おー、6列目になるんですかね。いやー、またね、除草もやらなければ、これね、だんだんこう列が増えてってるので、まあこれでね、でも最後になるのでね。そうですね、ちょっと植物も植わってるみたいですね。なんだろう。はーい。カレックスですね。うん。カレックスが手前にあって、これは、後ろの方にはなんか、黄金葉っぽいのが、入ってますね。なんだろう、ちょっと名前見てみようかな。はい。どうやら、マルバキンレイカという植物らしいですね。ちょっとどんな花か、ちょっとわからないので、まあ画像あったら、画像を貼っておきますね。でもなんか、すごく葉っぱの色が綺麗で、ギザギザした葉っぱもちょっと面白いですね。これも入ってるみたいですね。はい。マルバキンレイカ。同じやつなんですけど、こっちのもちょっと大きいですね。結構大きくなる植物かもしれないですね。ちょっとね、これもレイブに。聞いてみたいなと思いますね。はい。これはソルガストラムかな？グループでここのエリアは埋まってるんですけど、なんか下の方にはね、仕切りと言いますか、ゴムで囲ってありますね。多分相当こう広がるタイプのグラスなので、これで仕切っとかないともう大変なことになっちゃうっていうことのようですね。
まあ、これが茂ってくればね、全然この黒いゴムの囲いも目立たなくなるということで、まあ、やっぱりこの色はね、すごくいいのでね、はい、ここで色がシルバーのものが映えそうですね。はーい、レイブンです。今日ね、実はヤタもフギンさんもいないんで、こっそりですね、5列目ちょっと植栽しようと思ってます。それで実はですね、ここにあるのがですね、エルムスブラウカスっていう、シルバーがかった綺麗な葉っぱなんですけども、これをとりあえず入れていこうかなと思います。ちょっと一つこんな感じのすごいシルバーリーフで、あれ、なんだこれ、なんだこれ、こんなところかな、うわ、これはやばいな、すごいなこれ。ポットに、ポリポットに穴が開いて、そっから出てきてる感じですね。これはちょっと植栽するときに何かこうエッジをかませないとどんどん広がる可能性がありそうなので、ちょっとこれ考えないといけないな。まあちょっと考えてやってみようと思います。いやいや、8月にこの作業は地獄でしょ。一応ですね、こんな感じでゴムの、なんて言ったらいいの、幅のあるものをエッジとして、かませてみました。やばいですね、もう汗だくです。ここに先ほどの、エルムスグラウカ、これ植えていきたいと思います。いやいや、ダメでしょこんな日にやっちゃ。まあ唯一ね、風があるんでね、多少は動きやすかったですけど、もうやばいっす、限界っす。一応これでエルムスグラウカ、とりあえずこの中に9本植えました。実はまだ残り10本残ってるんで、もう一島作んないといけないですね。今日はさすがにきついんで、また今度にします。お疲れ様でした。